こんにちは。宮沢さえです。アイスのリーダーヒョンジンです。4回にわたってお届けしているもっと韓国、今回もここ江原道を旅したいと思います。前回もね、あのヒョンジン氏と一緒に江原道を旅させてもらいましたけれども、ーカーリング、牧場、羊も、羊見たよね羊見て美味しいものいっぱい食べたり、いろんなとこ行ったね。グルメあり体験あり、前回から盛りだくさんでお送りしてきた江原道観念の旅。今回も韓国の4人組ボーイズバンドグループアイズバンドのリーダーでギター担当ヒョンジュンさんと魅力をたっぷりお届けしていきます。それではもっと韓国江原道観念の旅スタート。ソウルから韓国高速鉄道でおよそ2時間北東部に位置する江原道は、平昌オリンピックのフィギュアスケートやカーリング競技が行われた舞台として世界で注目されました。そして美しい海岸線を走る海列車が有名で、チョンドンジン駅は世界で最も海に近い駅としてギネスブックに登録されています。綺麗な海の景色を楽しみに、全国各地から大勢の人が集まる人気スポットです。また水平線から昇る日の出も絶景、韓国に来たら一度は訪れてほしい名所の一つです。そんな江原道からお送りする素敵な旅、2人が最初にやってきたのは海の中に佇むなんとも魅力的な岩山。ここすごい場所だね。そうでしょ、うん、僕は、うん、サッチョン海で、サッチョン海でドラマとか、うん、映画のロケ地です、ね、でも確かに、はい、いい雰囲気いい雰囲気いいね、ロマンティックだね。この綺麗な海辺はサーファーに人気のスポットで、夏には海水浴を楽しみにたくさんの人がここを訪れます。さて続いて2人が向かったのは、江原道といえば、うん、グルメ、おう、はい、それでなんかまずは、美味しい食べ物を食べ歩き、うん、食べ歩き、はい、嬉しい、行きましょうということで、食べ歩きに訪れたのは江原中央市場、江原道東部で最大規模を誇る人気の市場です。ここはまたすごい匂いがする。ここなんか干物が有名ですから、ね、干物すごいもん。これエイ大きいね、大きいよねこんなにエビ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 って干物の匂いいいね。ね、いいね。なんか思い出の、いいね、思い出残る。思い出の匂いです。1980年に開設された江原中央市場は、昔から市民の台所としてたくさんの人で賑わってきました。そんな伝統ある市場の名物グルメとは？やっぱりここは、うん、唐揚げが有名なので。あ、そうなのね。なんか、ここ、うん、全国的に、全国、あ、全国的に、うんうんうん、が買いに来ますから、はい、そのお店があるの、はい、そこですね。すごい賑わってるここで人たくさんいるよ、はい、多いね。行列の先に待っているのが、この市場の名物の唐揚げ、タッカンジョンです。サムダー、はい、プー、あ、プー、うん、うん、どうですか、辛くない、うん、辛い、
조금辛い맞아요맞죠그러니까일본의에또가라아게또違います좀아직아마辛い아마辛い子供から大人までが好きそうな味。全部、みんななんか好きな味です。うん、美味しい。人気の理由がわかりますね。さらに、カンヌン中央市場で人気のグルメをもう一品。なんでもここでは魚のすり身を使ったコロッケも絶品なんだそう。早速2人も並んで待つことに。順番が近づくにつれ宮沢さんも待ちきれない様子。そして待つこと10分、ようやく絶品グルメとご対面です。インサート取らなきゃ。インサート。こちらがもう一つの名物、スジェオムクコロッケ。ヒョンジュンさんは激辛唐辛子の店長、宮沢さんはチーズを選びました。いただきます。うん、どうですか。おいしい。おいしい。なんかデザートみたい。チーズ。プチドル。プチドル。チリ。いいです。辛いかな。辛くない。辛い。全然辛くない。全然辛くない。食べたい。でもさえちゃんが食べたら辛いかもしれません。辛い方いきます。これ緑が全部スパイスチリですから。言ってよ言ってよ。すいません。これ全部？はい、全部。待って、でも大丈夫ですか？辛くない。大丈夫。と思いきや、辛い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 。なんか踊ってきます。辛いよ。何はともあれ、ここ丹念中央市場の名物グルメを満喫した宮沢さんとヒョンジュンさんでした。さてさて、丹念の美味しい料理はこれだけではありません。欠かせないものといえば海の幸。食べ歩きに続いて海鮮料理をいただきます。はい。見た目にもインパクトのある豪快な一品。大きな皿からあふれんばかりの貝の盛り合わせ。さらにこれだけではありません。トックだけ。トックだけ。あ、トックだけ。見てください、二人が言葉を失うほどの貝の量。ホタテやハマグリ、アワビなどがふんだんに入った贅沢な一品。これだけの貝を見てどうですか？幸せ。僕もなんかこんなすごい量は初めて見ました。初めて見た。まずは食べ頃のこちらからいただきます。韓国ならではの食べ方、コチュジャンを少しつけて。じゃあいただきます。はい、いただきます。うん、美味しいですか？美味しい。なんか久しぶりに食べますから本当に美味しいです。美味しいな。すごいなんか貝の味がしっかりしてる。はい、そうですね、いいね。いいですね。続いて焼いたホタテとハマグリを。僕はこのソースおすすめ。あ、そうなんだ、はい、これ日本ではないでしょ。ない、初めて初めて。どうぞどうぞ。大好きなホタテ、はい、うん、おいしい。本当においしい。今日、いや、一番いい顔してる。一番いい顔してるよ。めちゃくちゃおいしい。おいしい、はい、天国です。天国。そんなに。はい、いただきます。おいしい。
天国すごいでしょ。あ、すごい美味しい。これが韓国の貝です。最高。なんかやっぱ蒸しと焼きと全然違うね。味が全然違いますね。焼きのがホクホクしてる。あれだけあった貝を余すことなく堪能した宮沢さんとヒョンジュンさん。しかしまだまだ。食事の締めは貝の旨味がたっぷりと出たスープにうどんを入れて召し上がれ。いただきます。マジさよ。おうどんが美味しい。うどんが美味しいね。なんだろう、このコシがある。やっぱり最後はうどんです。最後はうどん、締めはうどん。さらに観音の海沿いの地域ではお刺身の入ったムルフェが定番のグルメ。新鮮な魚を味わえるこちらの料理を求め、ソウルなどの都心からも多くの人がやってきます。冷たくて甘酸っぱいスープとお刺身はさっぱりとしたお味。ここならではの一品も楽しんでみては。たくさん食べました。お腹いっぱい。お腹いっぱいですね。この次はどこに連れてってくれるの？次は、韓国の有名なアクティビティですね。アクティビティ、韓国で有名な。なんか怖いかもしれないので。大丈夫かな。大丈夫じゃない、大丈夫ない。韓国の美味しいグルメを堪能した2人。次にヒョンジュンさんが案内してくれたのは若者に人気のアクティビティ。地上18メートルの高さからおよそ300メートル先まで海の上を渡るジップラインです。高いですね。怖いよ。怖いよ。やめよ、やめよ。知らなかった。こんなに高い。高い。なんでここ連れてきたの？そうですね。はい。僕もわからない。僕もわからない。順番は正々堂々、じゃんけんで決めます。はい、じゃんけんぽい。はい。海外ボ、はい、海外ボ、やった。間違った、間違った。見てるよ、見守ってるよ、見守って、ということで先に体験するのはじゃんけんに負けたヒョンジュンさん。なんとも不安そうな表情。ね、한채조금만더필요하겠습니다。오너무가까이쓰면부딪힐수있어요。네그럼출발할게요。아라나비。お、なんかちゃんと景色見てるよ。怖くないのかな。お次は宮沢さんの番。怖い。ちょっと待ってね。さあ勇気を振り絞って。ナビって、ナビね、行きます。あらナビー。わー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 すごーい。わただいま。楽しい、楽しい、楽しい、びっくりした、怖くなかった。最初は怖がっていた2人も結局ジップラインを満喫。ヒョンジュンさんもこの表情、そして宮沢さんも あらあら投げキッスまで。楽しかった。はい、そうですね。楽しかった。なんか全然怖くなかったね。怖くなかったね。そしてなんか
海がちゃんと見れた。見れたね、上手だったもん。なんか帰りとかすごいビューンって。さやちゃんもなんかプロでした。投げキスしたじゃん。キスしてプロだった。よかった、ありがとう、連れてきてくれて。次はどこに連れてってくれるんですか。あ、次はなんか人気のカフェ、うん、カフェ、はい、喉乾いたしちょうどいい。連れてって連れてって、はい、行きましょう。はい、ジップラインを楽しんだ2人、続いて向かったのは暗黙海岸沿いにおしゃれなカフェが並ぶ人気のスポット、コーヒー通り。ここにはかつてコーヒーの自動販売機が並び、訪れた人々がコーヒーを片手に素敵な景色を眺めていたそうです。そして韓国のバリスタ第1号の方がお店を構えたことからカフェが集まり、コーヒーの街として注目されるまでになりました。その中で今回ヒョンジュンさんが案内してくれたカフェはボサノバ。開放感のあるテラスで美味しいローストコーヒーを楽しむことができるお店です。もしさ、今忙しいと思うけど、はい、お休みがあったら何かしたいことある？したいこと、まずはなんか家族と一緒に、うん、なんか、はい、こことかカウントとか、うん、なんか雰囲気がいいところに行きたいです。そうだね、観光地だもんね。雰囲気いいでしょ？めちゃめちゃいい。はい、それでなんか僕はさやちゃんのことをために準備したことがあります。うん、え、何？何？どうしたの？ちょっとドキッとしちゃった。はい、では一緒に屋上に行きましょうか。屋上？はい、はい、なんだろう。行きましょう。なんだろう。一緒に旅をする宮沢さんに用意してくれたヒョンジュンさんならではのサプライズ。はい、すごいでしょ。はい、どうしたらいい？こっちに座ったらいいの？はい、座ってください。え、かっこいい。すごいすごい。え、緊張しちゃう。ちょっと待って。僕がもっと今緊張してますからね。そうだよね。始まる？はい。すいません、なんで顔が。ドキドキしちゃった。あ、はい、わかりました。なんで顔が。ちょっと待って。最初は恥ずかしがっていた宮沢さんもヒョンジュンさんのサプライズソングにすっかり聞き入っているようですね。恥ずかしいですね。それも恥ずかしかった。こんな短そうだよね、はい、ライブとは全然違うもんね。初めてですから。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素敵でした。あ、いい。もう胸がドキドキ、お腹いっぱいです。お腹いっぱい。お腹いっぱい。くった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 ですか。
が今日の夜ご飯の、お、はい、お店食べるお店です。お、なんだろう、行くか行くかさて、一日中関連を巡ってきた2人、今回の旅の締めは韓国の定番料理をいただきます。それがこちらの鶏肉鍋タクポクンタン。このお店は豪華な魚介入り、生タコやアワビはというと、うわ、うわ、う、あ、強いね。ああ、タコがなんかびっくり、びっくり、はい、そうでしょ。でもさ、よく出るよね、韓国ってこのタコ、動いてるタコ食べるよね。美味しそう。そうですね。まずはじっくりと煮込まれた鶏肉から。じゃあ鶏いただきます。はい、いただきます。あ、ほろほろだよ、柔らかいよ。どうですか？やばやばい、辛くない？うん、あ、うん、おいしい、おいしい、おいしい、やばらかい。さあ、続いてはこの店自慢の旨辛スープと相性抜群、海の幸を贅沢にいただきます。いいね、うん、なんか茹ですぎてない感じ、ちょうどいい、うんうん、めちゃくちゃ美味しい。なんかいつもめちゃくちゃですね言って言って言ってめちゃくちゃ美味しい。あと今日が、うん、これが今日の最後の食事ですから。最後か。どうでしたか？すごい、でも最後にふさわしい、うん、鶏も大好きで海鮮も大好きで、はい、辛いものも好きだからふさわしい料理。ありがとう。よかったね。どう？最後の食事だよ。悲しい。悲しいね。悲しいね。寂しいです。寂しいね。あ、でも今日本当になんか一緒にして楽しかった。あ、楽しかった、ね。楽しかった、サイモン。お世話になりました。あ、お世話になりました。はい、美味しくいただきましょう、サイモンも。はい、いただきます。いただきます。最後の最後まで観音堂観音の旅を堪能した2人でした。4回に分けシリーズでお送りしてきたもっと韓国、いよいよ別れの時間になってしまいました。ヒョンジュン氏にはここ観音堂を2回に分けて案内してもらいましたけれど、あ、はい、今回旅はいかがでしたか？なんかサイちゃんのおかげで、楽しかったんですから嬉しいでもなんか寂しいね。ねえ、あっという間だったね。寂しいです。全然なんか仕事じゃなくて、うん、旅行の感じでしたから。あ、よかった、旅行した感じが覚えてよかったです。久しぶりになんか楽しかったんですね。よかったなんかサイちゃんはどこと行ってたか？私はまずソウル、よく旅行に行くときはソウルに行かせてもらってるんですけど、行ったことのない場所だったり、うん、お店とかにも行ってて、ずっと来たかったチマチョゴリ、あ、はい、うん、起きて写真が撮れたのがすごい嬉しくて、はい、でここ観音堂では本当にソウルとは全然違う街並み、自然がすごい、ね、たくさんあったから、なんかそういうものを肌で感じれたり、あと本当美味しい食べ物をたくさん紹介してくれたので本当に本当に楽しい楽しい旅になりました。ありがとうございました。番組をご覧の皆さん、旅の参考にはなりましたか？韓国には本当に美味しいグルメだったり素敵なスポットがたくさんありますので、皆様も家族や友人、そして大切な人とぜひ韓国に遊びに来てください。日本からもね、韓国は近いからね、ぜひ休日とかちょっと一息休憩したい時など韓国に遊びに来るといいと思います。それではもっと韓国、またお会いしましょう。アンニョー。